はい、絶対に幽霊が映るっていう心霊写真が撮れるっていう、うん、高齢者さん。いや、おーいやいやいや、え、そう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 、え、俺のベルト落ちたんでしょ。え、自分映っちゃいけないんですからね。オッケー。こんなんあった、黒いの、黒のさ、点々点々。ほんとだほんとだ。あ、この3つのやつ、うん、で、キョウエさん、はい、見てみましょう。怖すぎないこれね。強兵バージョン見ていこうと思います。はい、こちらが1枚目ですね。はい、1枚目、はい、そうだね。変わったやつな、そうだ。自分ってか、これ3枚目か。フラッシュで、え、待って、何、でも白いさ、白いのさ、もやかかってるよね。なんかあるよそれ、白い、何それ、これなんだ、これ縦の、え、ここだけおかしいね。写真そんなブレてるわけじゃないもんね。ブレてないよ、そんな。そこだけだって光と全く関係なく、で、なんかベターみたいな。確かに汚れじゃないもん。てか他別にブレてないのにここだけふわーってなってる、うんうん、これ普通にやばいんじゃない、うん、続いてが一応アップで撮った写真ですね。はい、はい、めっちゃ綺麗だね。てか消えた消えた、すげえ鮮明だな、こっち、うん、さっきのシミみたいな。そう、シミないね。シミはない、ないね。逆にさっきのシミもこうじゃないとおかしいよね。うん、うん、俺らが見る感じでは幽霊とかは見えないな。うん、うん、顔っぽいじゃ顔っぽいけど、じゃあ顔ほんとなんか抜けてるような顔してる、ちょっと細長く、うんうんうん、ほんと浮遊霊みたいな感じ。ちょっと目、鼻、口みたいになってる。え、顔、うん、なってる。てか俺歯にも見える、ここ。そうだ、そう、歯、歯ね、歯あるよね、骸骨っぽい。そう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 、うん、月のは黒ずんで、うん、恭平のはなんか顔っぽいのが映ったって感じですかね。霊を映すまでのその過程も怖いよ、うん、なんか写真撮ってその合わせ鏡、鏡に合わせて。お前なんかぼーっとしてない、さっきから。え、してる、ね、してるよね。うん、だってなんかお前がやったからお前しか感想わかんない。そう、何も言ってこないっていう。え、なんか別に俺変わった感じないんだけど、全然自分では。俺はやってて実際何もない感覚も、もちろん、うん、うん、黒ずみって結構怖くない？怖い、うん、な、誰かが触った後なのかがこう浮かび上がってくる。てかちゃんと黒ずみに関して意味わかんないけど。意味わかんないね。おおおお、何が落ちた、何がやったの、落ちたの、落ちた、何した、いや、落ちたとかじゃなくなったのか、今。いや、待って、普通に俺そこだと思う、なんかそこら辺だと思う、うん、この辺だ、なんかささささって言ったよな、落ちたぞ。え、落ちたの、落ちたじゃなくて、え、刺さって、やばい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 、いや、でも何も物ないぞ。だから結構真下から聞こえた気がするのよ。ちょっとやばいな、今真下から聞こえた。ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと今真下なんか映れたね。お前らどこ、この辺、俺と今この辺、俺もこの辺、俺はテレビらへん、テレビらへんから。俺もテレビ、その月もテレビっつってんな、遠かった、そんな。え、うっ、ちょっと待って、俺も手が怖い、待って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 、俺、こっちだ、こっち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 、やばい、あーって聞こえた、聞こえた、聞こえた、でかすぎんの、めっちゃでかかった。そう、でかい。ちゃんと黒ずみに関して意味わかんないけど。意味わかんないね。おーおー、ちゃんと月もテレビっつってんな。遠かった、そんな、遠かった、そんな、遠かった、そんな。え、みんなはさ、そのさっきの声、うん、どっちから聞こえた？完全にそっち、タオでしたよ。俺、階段の方、うん、俺、こっち、扉の方、俺、扉、扉の方、俺も、うん、待てって、あそこでやったよ、俺ら。そう、うわ、あ、そこでやったよ。だから、めっちゃビビった。でかすぎない？でかい、マジでかかった。いや、そして、音は何って話だろ。じゃあ、俺、あっちもわけわかんない。クソでかかったよね、マジで。確実に物落ちてたよね。え、何が落ちた、うん、でも何も落ちてるよ。何も落ちてないんだよ。何もないんだよ。ってことは移動したんじゃない？そうだよ。だから俺移動に聞こえた。足音なんだよ、多分。だからスサッていった気がした。音的、だから振動するのがドーンみたいな感じだから、うん、そんな軽いものが落ちたわけじゃない、うん。めっちゃ甘いもんだよね、来たね、うん、おさん。そもそもこう、まあ、今俺がこう、携帯でカメラこう見たから分かると思うけど、絶対誰もおらんし、うん、こんな俺ら全く動かんのに急に落ちるのがまずおかしいし。うんうん、しかもちゃんと俺がテンパってるところに追撃の女の子。いや、ほんまに。いや、あんだけわーわーやっても聞こえる声量だったからね、うん、あでかすぎてインプットに時間かかったよね、一瞬、うん、歯みたいな、そう、ね、んってなった。いや、そんなわけないでしょ、みんな間があったよね、うん、でかすぎて、ちゃんとクエスチョンマーク浮かんで、そう、うん、ポン、 えってなって、えみたいな、そう、ちょっとさ、
最近みんな脳内に喋りかけてくるあれっぽくなかった。そうだからそう、今言おうと思った。俺もそう。ちょっとそう似てたよね。でしかもね、俺とタツキとあと大輝だっけ、うん、俺聞こえた。ちょうど聞こえてました、ここだもん。そうだね。いや、今めっちゃ怖い。普通に会話中入ってたよね。ガチ今俺した、俺もしなかったよね。てかさ、俺もしたの。やばいよね。で、ちょっと女真後ろから聞こえた、俺。こっから聞こえたの。俺まで普通に長いここと、ここで動画撮ってて何か落ちることあった、撮影。いや、まあそれもそうだよね。今回になって2回もそれが起きる。じゃあね、序盤の人も1回目で、家掃除したから物ないんだよね、あんま。そういえば序盤に1回ベルト落ちた。あ、そんなたまたま2回も続くかっていう。ベルトはいいんすよ、ベルトなんで、うん、説明がつくんで、うん、ないんすよ、何かが分からない、確かに。落ちてるものがない。それ新しいよね。結果、心霊写真を写すという高齢術は、心霊写真みたいなものも撮れて、現象もヤバいのが何個か起きたという結果に終わりました、ね。この家ならではなのか分かんないけど、現象すごかったな。もうお腹いっぱいでしょ、写真だけでいいのよ。なんかカチッって言った。え、カチッって言った今。こっちで、うん、上。あれ、これもカチッって言った。待って、分かった。今のカチさ、あれだわ、俺もう分かったわ。あの、トイレの換気扇切る音、スイッチ切る音、今スイッチ切る音、超そっくりだわ。え、切れてたらやべえよこれ。え、でも結構甲高い音でしょ。いや、だから甲高い音したよ。うん、カチッカチッ言ったよね。切れてたらやばいね、それで。そう、めっちゃそっくり、あのスイッチ切る音。見てみる。それで切れてたらもう、え、もうやだわ、もう怖い。いや、だけんな、そっちは似てたよ、今。いや、もう、マジで。電気つけるね。え、なんか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 あった。どうした、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 トイレの中からやべえ音した。え、どういう音、どういう音、どういう音、ガス、ガスみたいな。マジ、二人とも聞こえたの。うん、てか、まず切れてなかった。いや、切れてない、切れてない。あ、もう切れてたの、ちゃんと。なんか、光ついてない、もうなんか、ついてたら光つくんだけど、このスイッチの脇に。それも切れてて、いつもついてる、換気扇って。そう、いつも俺らつけっぱなし、つけっぱなし。ちゃんと、押されてんだよ。え、マジで。え、その音はどっから聞こえたの、トイレの。え、なんか上だからさ、あれでしょ、開かずでしょ、開かずの下らへんだよね。戻してつけたら換気扇がは、あの、また作動したの。おー、とかついてなかったってこと。ついてない、でもスイッチはオンになってんの。なってんの。こう戻してつけたらまた換気扇が回ったの。止まっちゃったの、勝手に。換気扇が止まったカチッって分かった。なんか前に起きたドアの鍵で勝手に閉められてるのとちょっと似てるよね。やばいな、勝手に物理的にやる感じ、うん、ちゃんと現象起きる。しかも鏡の真裏がさ、トイレなの。うわー、そっかー、うわー、うわ、鏡の真裏らへんに換気扇あるじゃん、だってまず。そうだね。今までさ、ここの階段で起こってるって言ってたことが実はトイレだったんだよ。あー、あー、階段の現象トイレが、ちゃんと見てなかったっていうか、あれ分かんなかっただけで。だここよく通るの、トイレに行ってんじゃないの。それなに、うわあるぞ、まあ、階段じゃなくて、うん、ここのもう上下、ここがなんかやばいんだよ、ね、この一帯が。まあ、物落ちた時のやつはこっちとこっち連動させてノーカットでやった方がいいって思う。そうだね、もう照明になるから後ろに誰もいないなんてことは。まあ、あっちのはノーカットでやったところで、別に元から切れてたって言われたら別にどうしようもない、うん、そうだね、うん、これに関してもやばいから、うん、こっちは。これは何が起きてたかっていうのはマジで、うん、伝えた方がいい、うん、これは。まあこんな感じで、はい、ご要望ありましたら、いやいやながらも僕たちやっていきますので、やってほしいこととかね、高齢術とか企画とかありましたら、コメント欄、Twitter までよろしくお願いします。お願いします。そして、ね、誠にね、僭越ながら、また出た、私たち ST スタジオという名前で、ね、全世界に動画をね配信している YouTuber というねお仕事やらせていただいております。 YouTuber、はい、初めて見た人、突っ込む元気が出ませ ん、ね、
チャンネル登録っていうね、赤いボタン、はい、はい、多分あの見てる皆さんの右下かなんかにあると思うんですけれども、はい、で、ベルマークですよね。ベルマークですね。ベルマークもありますね。通知ボタンですね。要約しますと、はいはい、チャンネル登録とベルマークを押して、はい、うん、よろしくお願いします。それだけ3秒、はい、そう3秒で終わり。チャンネル登録、高評価、ベルマーク、以上。すぐ済むのにそれ。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。ちゃんと黒ずみに関して意味わかんないけど、意味わかんないっつってんの。遠かった、そんな。